もう1つのベルトを持ってらっしゃる千尋選手、試合後にこう <laughs> ちょっと揉めてるようなのがあって、ちょっとこちらから中継があんまり見えなかったんですけど、いきなりペットボトル投げてきたんで、舐めてるなと思って、まあ、僕は当たってないんですけど、俺はしっかり当てました、ペットボトル。<laughs> はい、あのカモメみたいなやつ <laughs> あ